今日はね、こう40このでっかい紙、これちょっと今実験用なんで、あ、すげえよこれ、紙ベコベコになるようなデッサンとかで使うような紙だと思うんで、せっかくもらったからね、こういう大きい紙で書く透明水彩の練習にはいいんじゃないかなと思って今思って友達が昔あの絵のニューヨークには例の学校に行ってて、もう使ってないらしくて、いっぱい画材もらった、そうそう、前ある種のね紙をいただいた方なんです。うつ、ここにも固まってるね、なんか偶然ドロッピングスパッタリングで、またこっち書こうと、ちょっと自分のね、普段の書き方、中心に置いてる書き方をちょっと一旦やめて考えてみようということで、よく僕はあの絵を描いてる時にね、自分の中で何ていうのかな、あまり進展がない時にやるのはね、スケッチによく行きます。でもスケッチはどっちかちょっとアイディアというか、こう自分のを解放させるために行くところもあるのと、あと自分の知ってる技術の中での大事なんだけど、今日僕がやろうとしてることは、そうだね、やっぱ抽象表現のに向かってた昔だけじゃなくて、今の現代のアーティストも含めて、コンテンポラリーアーティストも含めて、そういう人たちのなんちゅうのかな、こう絵に対するアプローチに対する、絵との対峙感ね、もう自分がこうすることによって感じるとね。で、ちょっともう純粋にこれ紙がねペラペラだから、これがいい300g 以上、350いくつかとかいう、紙があるらしい、もっと600ぐらいもあるらしいんだけど、コットン紙のやつ、そういうのに初めから書くとね、ちょっとお高いのでちょっと練習って感じもあるんだけどね。こういう絵は筆で筆じゃないからね、水偶然で描いていって、である程度自分でコントロールしてどこに落とすかなっていうのとか、あとで多分修正する過程があるところでのコントロールだよね。あの僕今年の3月にビクター・ギャラリーさんの招聘で、インターナショナルアーティストとして、国際アーティストとして、ワシントン DC に行ってきました。その時にね、あのフランスから来たあのダンホーさんはあのもともと、ベトナミーズなんですけど、で、フランスを中心に活躍の大有名な方なんですけど、彼とお友達になって、彼はこういうこの手法を使います。ドロッピングスパッタリングですね、ドロッピングよりスパッタリングですね。で、今僕紙を下にやってます。彼の場合壁を横にかけて、
やるので自然にドロップするわけですけども、ドロッピングね、ポロックのテクニック的にはね、なんて難しいことはないんですけど、であと人によってどこまでこれで差異が生まれるかっていうとどうなのかなっていうところもあるんですけど、やらないでおかないことはないと。やって自分の中で普通自分の絵の中でどういうふうに取り込んでいけるかなということで、今僕が選び出したのは今の季節のね、色を色彩でじゃあ僕は何ができるかなということなんですけど、今これドロップスパッタリングですね。これもう汚れるから大変ですけど、これね。これ後ですごい掃除しなきゃいけない。今掃除しながらやってるって感じ。テーブル拭きの。やっぱりアトリエね、欲しいですよね。思う存分バシャバシャできる。もしこういう絵を描くならね。だから環境っていうのも、だからそういう意味じゃ、うわ。大事になってくるわけですけどね。それでもできる中で何ができるかチャレンジ。これ今絵の具をねもっと濃くしようかなと思って。まあなんか綺麗ですね。こっちかっちで色、僕にとっては色遊びですね。で、初めはどっちかっちゅうとあんまり狙ってかなくていいと思うんですよね。これ経過しながら自分でよく 見ながらやっていくと、で面白いぐらいのとこ見つけたところで止められるか止められないかとかっていうのも大事なんだろうな。ね、これもっと高いとこから落としちゃう。いやこれもね、おおこのぐらい行きたいね。よし、いや実際だからこれを専門とするアーティストのね絵を特にダンホーの見て非常にね勉強というかね面白いなと思って見てたけど、まあこれも好き好きですね。これ絵画としてこうあれはどうなのっていう人も出てくるだろうし、汚れるよとにかく。でこれちなみに会場で僕の段方がねこれでっかいのでね描いていた。僕後ろの方に僕の絵があって、これね僕の方にこの絵の具が飛んでくるんじゃないかってちょっと心配しながらね会場でね見てたけど、あ綺麗だね、面白いね。こういうのはあれだね、こういうの好きな人いるよね。あ、でも綺麗だね。ちなみに段ボールはここにまず例えばね、金が信念とか人の名前とかね、要はそういうものを書くわけですよ。でそういうものを書いてその上にこう黒で墨で書くんだよね。で黒で墨で描いた上にやっていくので、そこが影になるんですよね。その影になるところの面白さみたいのがあって、で今僕ここの青い色がこうなんていうのかな、陰影
みたいな雰囲気になるよね。とか今動くか、そう、見ながら、見て、見ながら、起きながら考えてるわけですよ。いやいやいや、これ、汚れるから。大変大変、お部屋がね、あと大掃除しなきゃ。これ大変だね。スパッタリングでこのぐらい、ちょっとこれ今ね、斜めにしましょう。これ水が溜まってるとこ、これやるとドロップ、自然にドロッピングになるんですよね。ドロッピングになるので、いや、これだけで面白いよね。なんかオイラの場合はこれに筆も入れたくなるよね。ただのドロッピングじゃなくてね。よし。それでは、オイラの場合はここから少しなんか考えてきます。ね。でなんか、指を使ってもいいかな。ていうかもうちょっとドロップするか。これは紙の白を生かしておきたいから、あんまりこう全部塗っちゃうよりこういうのが綺麗かもしれないね。おはようございます。おはようございます。でこの色彩 の選び方っていうのはやっぱいくつかあるんですけど、やっぱ寒色系と暖色系の使い方です。これ配分を自分でいろいろ考えてみたらいいと思いますけど、今日の僕のこれは課題はこの寒色系が中心になってます。自由な発想でね、いろんな絵を描いていく中で、こういうポロックのような、ね、作品が、まあ、20世紀に出てきたんですけど、それ以降ね、この描き方によっていろんな作家が影響を受けてね、まあ、アブストラクトを描く人だけじゃなくてね、具象絵画の中にもこういう、手法を手に入れたらね、面白くなるんだって、もうちょっと自由度が増すとかね、そういう感覚で使えると思うんですね。で、僕自体も、アブストラクトはアブストラクトで描いてきてるんですけど、この具象絵画の中とか、そういうの中にこういうものを入れていくとね、もっとなんか新しいね、またその、面白い個性みたいのが出てきたりするのかな、なんて思います。まあ、テクニックっていうのはもう昔からいろいろ共通っていうかなんていうかな、みんながね、共有してきたものなので、でまた現代20世紀は20世紀で新たに出た、テクニックであったり、また、アートに対するアプローチのね、違いとかね。
まあいろいろあると思うんですけども、まあネオダダとかダダ、ね、ダダイズムみたいのになってくるとだいぶもう書かなくてもいいみたいになっちゃうから、僕としてあんまりそっちの方には進みたくないなぁなんて思いながらニューヨークにいたんですけど、ニューヨークってね、すごくあのダダイズム系の方って非常に多いんですよね。なので僕はニコの、なんだろうな、ニューヨーク来たばっかの頃とか特にそういう影響がすごい多かったですね。また最近なんかこう古典回帰みたいになってる 10年15年なんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ80年代とか90年代はまだそういうのがすごくね、強い時期で、僕はそういう時期に、ね、育ってるので、あの逆に言ったらあんまり現代アートとか近代アートのそのなんかこうなんていうのかな、ぶっ飛んだようなものっていうのは案外自然にね受け入れられる感覚を持ってると思うんですよね。で今日僕これ書いててすごく思ったのが、これ書き始めはすごく僕はいやアブストラクト、いや要は何て言うの、モチーフを見てないわけですからね。で自分の中で何が出てくるのかなって期待しながら書いてくるんですけど、そうするとなんかやっぱこういう絵お手法を選んで、まあ、今日はマネードロッピング、まあどっちかというとスパッタリングですね、それがを中心にして書くと。で印象派的な書き方を筆でしていくより、実はなんかこれね、最後バンってこれ大きい紙で書いたんですけど、後で引き手見るとね、これむちゃくちゃお花畑、僕の中の心が見えてるのではないかというお花畑になってるんですよね、非常にねその時にテクニックいろいろ使っても結局オイラはお花畑なんだなと思いましたね。ね、いや出ちゃうんだねお花畑がね、とか思っちゃいましたけどもね。お花好きなんだろうね多分ね、うん、だからガーデン、心の深層心理であのガーデン、この中にいるとなんかガーデンにいるような気がしますよ、うん、なんかむっちゃこれ何のお花かな、これも白抜いてるところがね、お花、白いお花のようにもいろんな白いのお花に感じようと思えばできるし、うん、置いてた色の初めの深い色がやっぱちゃんと草花の葉っぱだったり陰影の部分であったりするように見ることができるし、ま、具象的に見ようと思えばそのようにも見ることもできるという、なかなか面白い実験でありましたけどもね。でそれ振り返った時、あこのテクニックをまた具象絵画で、ね、こういう絵をね筆で描く時じゃなくてこれを使って、であと筆でのタッチを使ってね、大きい色面をずっと描いたらどうかとかね、そういえばこれまた一つアイデアじゃないですか。だからなんかこう一瞬突飛のようなかもしれないけど、やっぱ一人の自分がやってることなので、どこかに何て言うかな、着地させる場所をね持ってやると結構いろんなものが使えるんじゃないかな、なんていう、今日はすごいこれ大きな学びに自分自身なりましたね。ということでね、うん、今日はもうこれ40分以内の絵だったんですけど、この大きさで描くのはねなかなかでかいけども楽しかったですね。ということで新たないろいろな僕の中で発見がありました。皆さんもね、恐れないでいろんなことをねやってみてみたらどうでしょうか。楽しい発見がね、いっぱいあると思います。あと色遊びは楽しいですよ。だからいろんなね、今せっかくいろんな色があるわけですからね、いろいろ試してみるといいのかもしれませんね。ね、昔のほら安価な、ね、土色と黒と白しかない時代と違うわけなので、色を大いに楽しむというのも一つのね、現代的、アートの楽しみ方、絵画の楽しみ方なんだと思います。いや豊かな時代にね、せっかくあるのだからそれを使っていくっていうのが、とても、なんかな、いいんじゃないかな、今の時代の生きてる人の絵画アートだと思います。なのでね、まあ、無理して大昔の人縛りをしてね白と黒しか描けないとかいうのも一つかもしれないけど、大いに楽しんで見てみましょう。ということでウクキャットでした。バイニャー。